どうも、バタでーす。今日は日曜日だもんね。この動画はね、今日のバタの日記です、ね。今日のバタの日記はね、まあちょっとね、ネタがあんまネタないもんでね、先週の出来事だけ飾っていきたいと思います。そんじゃあ、どうぞ。その前に、もしよければチャンネル登録と通知オンをしてください。まあ通知オンとチャンネル登録を一緒にするといち早く僕のチャンネルの動画が早く見られます。まあね動画各動画でね終了画面またはね右下画面の右下にある登録ボタンを押してチャンネル登録と通知オンをしてください。バタのチャンネルの SNS もやっています。 Twitter、Facebook、Instagram もやっていてね、ついでに登録するとね新しい動画の公開する前に告知で報告するもんでね、それもねSNS をもう登録してください。もしよければね、まあSNS は各動画のね説明欄にのにリンクを貼っていますのでね、ぜひ確認してください。もしこの動画が良ければね、グッドボタン高評価を押してください。お願いします。じゃあ先週の出来事を語っていきたいと思います、ね。まず月曜日はね、本格的に仕事が始まってね、そんなには忙しくなかったけどもね、ちゃんとやれましたもんでね、次に火曜日はね、仕事でしたけどもね、ちょっとね、火曜日なんですがね、ちょっとね、春日にさ、ちょっとヘルストロンっていうところでね、白樹プラザっていうところに行きましたもんでね、ちょっとね、これをね、座ってね、健康になるやつなんだけどもな、ヘルストロンっていうやつをやっとるもんでね、裏はね、ちょっとね、これじゃないけどもね、こんな感じだなと思います。こんな感じだけどね、白樹プラザ春日井朝宮店でね、ヘルストロンのこれをやって行きましたからね、ちょっと体がね楽になるもんでね、これいいなと思いました、火曜日出した動画がね、これゾイドワイルドのねキャノンブルのレビュー動画を出しましたね、これね敵側のゾイドでもあるからね、どんな風になるだろうなそして水曜日はね仕事でね、何もなかった日でもありましたね、そして木曜日はね、ここのさ、ヘルストロンの白樹プラザに行ってきたしさ、白樹プラザにさ、ちょっと行くときはね、仕事が午後4時までになったら、行くことにすると思います。木曜
先週木曜日出した動画がベイブレードバーストのね、このあのヘブンペガサスの動画を出しましたね。うん、まあね、これだけどね、うん、まあロックが回復するやつだもんでね、うん、まあこういう風にこういう風にまあロックが来たらここのの金色のところが出ていてね、ここに金色のところを押すとロックが戻ります。まあそんな感じ。まあ山金色のところを押すとロックが戻ります。まあそんなベイだけどね、うん、まあ金曜日はね、ね、何もなかったけどね、まあ休み、まあ土曜日が休みだもんでね、ちょっとゆっくり、まあ仕事終わったらゆっくりしとったのもそうだしな、うん、まあ土曜日はね、お休みでね、うん、まあプリちゃんをやってきてね、うん、まあちょっとね、ね、土曜日ね、ね、買ってきた、ちょっとゾイドのね、新しいやつも買ってきたもんでね、うん。まあ、プリちゃんもやってきたしさ、あとは、ね、ね、まあ、まだまだ買ってきてなかった、爆眼のね、ドロックスデラックスとハイドスデラックスも買ってきて、ね、まあプリちゃんでね、ちょっとね、ね、これ全ちょっと全プリパラ5周年チャンネルがあってね、それね、全部ねやっていきます、全部やり終わりました。まあ第24話まででね、うん、全部進み終わるとラーラーのね、ね、5周年プリパラ5周年ラーラパンワンピがもらえましたもん、もらえるもんでね、それでね、やってきましたからね、うん、まあプリちゃんももね、面白かったなと思いましたね、うん、まあこれでいいなと思うけどね、うん、これがね、先週の出来事でした。というわけでね、今日のバトル日記はいかがでしょうかね。うん。あ、そうだな。さ、ゾイドワイルドに関してのことなんですがね、ね、昨日さ、ちょっとゾイドワイルドゼロのアニメがさ、ね、ちょっと放送時間が決まったそうですね。うん。まあ、放送時間がね、ね、10月から、ね、確かね、10月4日の、金曜日のね、まあ、テレビ東京系だよ。午後17時55分に、ね、放送開始になります。あ、で、その時間、稲妻イレブンの時間じゃん。もう稲妻イレブン、もう終わっちゃうんか。ね、うん。まあちょっとまあ稲妻イレブンオリオンの刻印の1年やったもんな、うん、まあ1年経つもんな、まあね、終わってもいいな、うん、まあね、ゾイドワイルドがね、無事にね、時間や放送時間が決まったもんでね、僕も安心しましたね、うん、夜中じゃなくてよかったなと思います。もしよければね、チャンネル登録や高評価コメントなどお願いします。コメントにはね、先週これやったよとかね、今週これやりますとかね、何でもいいのでね、ぜひね、コメントに書いてください。あとね、僕ね、軽度の視力障害持っとるもんでね、そこだけはね、ご理解をお願いしたいと思います。あとね、僕ね、
あの楽天ブログでね、バトのブログというブログや書いているもんでね、ね、見たい人はね、あの見ていただきたいと思います。まああとは早くね新しい動画見たい人はチャンネル登録をおすすめします。まああとはまあね、もうすぐで1週間でね、もう1週間経てばもう夏が終わりますもんでね、うん、でも結構寂しいなあなあでも暑い日はまだまだねあるもんでね、うん、まあ9月に入ってもね暑い日があるから、ちょっとねね、ねまだまだ熱中症対策はまだまだやっていただきたいと思います、ね、うん、まあ9月はまだ暑い日もあるからな、うん、まあちょっとまあ最近のニュースを見たらね、まあちょっと7月がね雨ばっかだったからさ、うん、梅雨明けが遅かったせいかね、ちょっとねあのなの9月はねめっちゃ暑い日が続くそうだと思います。まあ分からんけどね、うん、まあ以上をもちましてね、あのね8月25日のバタの日記を終わります。それでは次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ、またねー。バタのチャンネルの動画公開日は、あのレビュー動画は火曜日と木曜日に公開で、で日記の方は毎週日曜日でね、月末の30日か31日の時に丸月に買ったおもちゃと使ったお金の紹介で、あの1日、まあ、月始めの日は丸月に発売するタカトミーのおもちゃを調べた動画を公開しています。まあ公開時間はね、あのね、毎ね、あの夜8時にオンエアをします。そんじゃあ皆さんさんね、あのぜひ見てください。お願いします。